とかイベントに間に合った。短い時間だったけどギリギリ許容範囲の体型になれたな。まだまだ理想には程遠いけど、イケメントレーナーの町尾さんが丁寧に指導してくれるから、仕事終わりに週5で通うのも苦痛じゃなかったし、生徒と同じジムっていうのがちょっとだけネックだったけど、まあいっか。結局趣味のこともバレなかったし、さすがに生徒バレはきついからな。うお、あのレイヤーさんすげー人気だな。大胆なコスプレね。なっているの。あれ、聞き覚えのある声。なんであの子たちがここに。まさか私を探しに。見つけたー。探しましたよ、町尾さん。いやー、二人とも来てくれたんだ。どうして急にコスプレを。友達にやってみようって誘われたんだけどね。町尾さんまで。町尾さん、その衣装はもしかして。わかるかい、世界初の筋肉漫画、極度の筋のコスプレだよ。なんなのその漫画。ああ、その漫画知ってる。兄貴が単行本を集めてたな。トレーニーのバイブル、月刊筋肉野郎で連載されてる人気漫画よ。一般での認知度もかなり高いわね。全然聞いたことないです。あ、極度の金じゃん。金王様とは渋いね。すいません、写真いいですか。写真お願いします。え、予想外の大人気。なんかポーズいいすか。もちろん。それじゃあ行きます。てめえらの肉は何キロだ。意味不明なセリフ。知ってるよ。もしかして知らないの私だけ。あの例のシーンもお願いできますか。ああ、例のですね。それじゃ長物を使いますね。それ長物っていうかバーベル、もはやコスプレ関係ないよね。てかどこから出したの。それでは僭越ですが、作中屈指の名シーンをやらせていただきます。我が三角筋に一辺の余力なし。意味不明な上にゴロが悪い。そしてこの盛り上がりだよ。あと神王って誰。マチオの筋肉子。